が語る話はにわかに信じがたいものだった。織田勢力が妲己と組んで騒乱を起こしたというのである。誓いを結び共に歩んだ平穏な日々は偽りだったのか。蜀徳川連合の陣内に悲憤と疑念の声が満ちる。しかし英傑たちに立ち止まっている暇間などなかった。まずは騒乱を鎮め真意を問いただす。そう決めた蜀徳川連合の若者たちは織田勢力が寄る本能寺へと急行した。やはり京井様の言う通りでした。織田軍はすでに臨戦態勢です。しかしまだ信じられません。なぜ織田軍は妲己と組み拙者たちを。理由は信長殿に問わねば分かるまい。できれば話し合いで解決したかったが。すでに交渉の機を逸しています。今は勝利することのみをお考えください。織田軍の強さは稲がよく知っています。京井様の言う通り先手を打つべきかと。気は進まぬがやむをえんか。皆織田軍への攻撃を開始せよ。信長殿の真意を問いただすのだ。信長殿だ。みな進軍せよ。信長様は何をお考えなのか。何としても真意を問いたださねば。鉄風破断法。なぜ信長様は妲己などと手を組んだんだ。今は戦いに集中して。鉄風破断法。朽ちるまで戦う所存。吹っ飛べ鉄風破断法。脅威を疑うわけはない。やっぱり信長殿が裏切るとは思えない。鉄風破断法。邪魔よ。かざるを得ぬか。私が出る。敵将拙者が討ち取った。邪魔よ。皆が参ります。さらなる対抗を再戦。私が出る。ひなが参ります。私が出る。ひな参る。散るまで戦う所存。行くしかないようだな。敵将拙者が討ち取った。私が出る。
我が魂、今こそ披露せん。敵将、討ち取った。邪魔よ。稲田様のもとへ急ぎましょう。確かに稲田参ります。ここで悩んでいても仕方ない。信長様のもとへ行きましょう。この槍にて織田の真意を問う。我が魂、今こそ披露せん。これでどうだ。おお、一段と冴えておいでですな。集中。ここを抜ければあと少しで信長様の元へは行かせません。やっ、これで引け。ここは地獄になるよね。待てよ。はっ、敵将、討ち取った。集中。今だ、かかれ。皆が参ります。しまった、敵の罠か。まさかこのような策にはまるとは。私こそ天下無双の者の筆。申し分ない働きだ。鉄兵破壊砲。さらなる対抗を期待せん。あなたには用意。私もあなたには興味ないの。早くお家に帰ったら。おお、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。前で戦っとるの。でかそう、お主の戦や。やるな、大したもんだぜ。今が参ります。乱を命に変えてもここで刈り留めます。今だ、侵入者を包囲せよ。これ以上の狼藉は許しません。やりなさい。
本田平八に挑むとは見事な覚悟。相応の礼をもってお相手申そう。これでどうだ。これしかないようだな。敵将、拙者が討ち取った。これでどうだ。信長に弓引くなど無用。皆様、何をお考えなのです。ランチなどに首吊るとは。何をやっているのです。私たちは平和を誓った同士。それがなぜこのような真似を。なぜですって。あなたが言い出したことではありませんか。バカな。私はダッキたちと戦って、その後軍神の子に負けは許されない。ダッキと戦った後の記憶がない。気絶した私を奴が利用したのか。でもどうやって。脅威様、何か覚えていることはありませんか。すまないが何も。だが意識を取り戻した時は一人だった。そして急ぎ戻った時には皆はすでに出立した後だったのだ。あの脅威殿は本物のように会話していた。傀儡の術にかけられたとは考えづらいな。そういえば夢うつつで尻尾らしき影を見たような。官邸らの前に現れたは偽の脅威であろう。尻尾らしき影とやらにたばかられたか。偽物が争いを先導していたとすると、ダッキが何か新たな力でも得たのでしょうか。信長殿、光秀殿、すまん。どんな事情があれ我らが攻撃したのは事実。このようなことの後でぶしつけだが、今後は協力しダッキと戦ってくれんだろうか。愚問ぞ。ダッキが絡んでいると分かった以上、騒乱がこれで終わるとは思えません。これからは連携してことに当たりましょう。劉備殿、よろしくお願いいたします。おお、ありがたい。この恩義、劉玄徳、生涯忘れはせぬ。